脱走メルキュールエールアンテールの脱走メルキュール100。脱走メルキュールはフランスの航空機メーカーである脱走が開発した総発ジェット旅客機である。メルキュールはフランス語で水星の意味。米国のボーイング737と同じようなコンセプトで作られており、外観もよく似ていたが、737よりも主翼が大きく胴体幅もわずかに広かった。 短距離路線の市場を目指していたが、世界の航空会社の受注は中距離路線にも投入できる上に割安な737に集まったため、量産されたジェット旅客機の中でも最小の12機の製造にとどまった。脱走はボーイング737に対抗するため、140隻クラスのジェット旅客機を計画し、フランス政府の援助により開発することになった。 1969年6月に原寸模型がルブールジュ空港で公開され、1971年4月4日に原型機メルキュール01が脱走のボルドー工場をロールアウト5月28日に初飛行した。01にはプラットホイット 2JT8D-11 が2機装着されていた。1972年9月7日にはエンジンを 量産型と同じプラットホイット 2JT8D-15 に完装した、原型2号機も飛行し、1973年7月19日に、量産型も飛行した。最初の量産型であるメルキュール100は、1974年6月4日に、エール・アンテールで就航したが、同社のパイロットからは、エール・アンテールの戦闘機とあだ名を付けられた。また同期は、 客室乗務員だけでなく、操縦乗員まで全て女性によって飛行した最初の民間航空機となった。脱走者では、純然たる短距離機であるメルキュールを主度カラベルと、ダグラス DC-9 の後継機として宣伝しており、1980年代まで2500機の販売を目論んでいたが、1970年代に、 襲ったオイルショックを含むいくつかの要因によって発生した不景気に加え最大ペイロードでの航続距離がわずか400マイルの短距離特化型のために潰しが効かず、高バイパス比のターボファンエンジン乾燥等のテコ入れ策も不発に終わったことがたたり、メルキュールの販売成績は原型機2機、量産型10機の生産という大失敗で終了した。脱走では、 エンジンを CFM56 に換装し、胴体を延長して190席クラスとするメルキュール200、後続距離を 2200km に延長した140席クラスのメルキュール 200C の開発を計画したが、様々な経緯のため1974年にフランス政府からの補助金は打ち切られ、実現しなかった。なお、メルキュールが勾配パス費のターボファンエンジン換装が、 容易な構造だったのはこのプランの名残であり、競合機種であった737がその後に、地上高の低い機体に、力技で対応させたのとは、対照的な仕様となっている。商業的に失敗したメルキュールであったが、その後フランスが、欧州各国と共に設立したエアバスは、メルキュールをベースに開発したエアバス A320、A320 ネオが737のライバルと、 評されるレベルの成功を果たしており、全くの無駄に終わったわけではないと言える。また、注文が集まらずエル・アン・テールのみで運用されていたメルキュールは、1995年4月29日に最後の2期が引退したが、延べ36万時間の飛行時間とおよそ44万便で4400万人の乗客を運んだ上で死亡事故ゼロの実績を残した。 外力ズパリノルブルジェ航空宇宙博物館に一機現存している。ありがとうございます。